セリナでーす。今ちょっと支度してて、今日はエステに行くんですよ。それの支度をしてます。最近なんか倦怠感がすごいんだけど、季節の変わり目だからかな。めちゃくちゃ体がね、めちゃくちゃ重い。今日初めて行くエステだから、すごいちょっとドキドキする。どんなんなんだろう。なんか私結構こう見えても意外とむくみやすくて、体が特にむくみやすいんですよ。生理前とか特にちょっと疲れたなっていう時とか、すぐむくんでるの気づいて、なんかむくみすぎて足痛くなったりとかするタイプなんですけど、セルライトだったりむくみとかに特化したエステには行ったことないなと思って、最近ずっと調べてて、送信エステっていうのかな、送信エステだったっけ。では送信エステだったっけ、あ、そう、送信エステ。めっちゃ物落ちちゃった。送信エステに行ったことないと思ってずっといろいろ調べてて、なんていうの、なんかむくみってさ、むくみとか、まあ、セルライトが特にそうなんだけど、セルライトってさ、一回ついたらマジで落ちないじゃん。10代の頃とかさ、めちゃくちゃ足のマッサージ、お風呂入った後とかにめっちゃやってたんだけど、もうそういうマッサージすらも体力いるじゃん、力いるし、しんどくて、もうここ数年ずっと足のマッサージとかやってないから、もうさすがに自分でなんかローラーやったりとかしてもいいんだけど、それもなんかめんどくさいみたいな、プロの手を借りたいと思って今日予約取れたんで行ってきたいと思います。どんなんなんだろう。セルライトだからさ、結構痛そう。なんか私太ももの付け根、お尻と太ももの裏の付け根あたりにセルライトが少しだけあるんですよ。それがずっと長年気になってて、今日それ取れたらいいなって思うけど、取れるのかな。1回で変わってくれたらだいぶ嬉しいよね。足のマッサージとかしてる、みんな。でもやっぱりママからいただいた体は綺麗にずっと維持したいなって思ってるので、なんか足に関しては私ファンの方だったり周りにもすごくなんか好評なんですよ。足が綺麗ってよく言われるので、何歳になっても足が綺麗って言われるように維持したい、いいエステを見つけたい。でもなんか送信エステ気になってる人とかも多分結構いると思うし、なんか私の動画で少しでも参考になればいいなって思うので、施術の様子だったりとかを撮れたら撮ろうかなと思ってるので、皆さん最後まで見て参考にしてみてください。最近はライブしたり結構バタバタしてたんで、やっと今落ち着いてます。それこそ私ライブでヒールとか履くから、ほんとまたむくみの話になっちゃうけど、むくむんですよ。むくんでる時のヒールって本当にしんどい。
楽しみ。エステ痛かったらどうしよう。メイク動画も出したら出せたらいいな。なんかね、意外と私メイク動画撮ったりしてるんですけど、マジでなんかボツになっちゃう。自分であんまり納得いかなかったりして。あとなんかメモリーカードが空きがありませんとか言われても撮るスイッチ切れたりして、撮れてないんです。撮れてるけど上げれるような動画は撮れてない。こんな感じでいいかな。じゃあ今日は初めての送信エステに今から行ってきたいと思います。最後まで見てください。行ってきます。お願いします。しましたらセルライトのご説明をさせていただくのと、はい、あとマシンのご説明をさせていただきます。はい、で吸引ローリングっていうのが昔からある送信のマシンでして、で元は医療現場で手術した後の傷口を薄くするために作られたマシンがありまして、でお体に当ててあげる、でまあ吸引するんですけども、うん、でプラスで今この幹細胞培養液っていうのをBTB が今力を入れているもので、エステ業界初なんですよ、これをボディに入れるっていうのが。へえ。っていうのはいわゆるコスメですごく注目されている、うん、医療でもそうですね、うん、でこれを今日そのトリートメントのジェルにプラスしてやらせていただいて、無理なくセルライトケアが本当できてきてるかな。もうイメージ的に絶対セルライトケアって痛い、うん、もう覚悟してきてます、そうですよね、今日もなので結構皆さん思ったより痛くなかったって言ってくれる。そうなんだ、うん、でそんな痛くないのにすごいこう変化を実感していただいたりっていう、はい、進化してて、すごい楽しみ、はい、なんでちょっと今日はそれをやらせていただくので、はい、お願いします。はい、お部屋こんな感じで個室になってます。めっちゃ綺麗。結構たっぷり。たっぷりですね。浸透性はかなり高いですね。冷たいんですか？冷たくはないですけど、このもともとトリートメントジェル自体が通電性を上げるジェルなので、脱毛とかで使うジェルと似てるので、やっぱひんやりは少ししてしまうんですけど、やっぱり送信なのであんまり冷やさないようにはジェルも改良されて作られてます。かなり華奢ですね。でも足の太ももの裏にセルライトあって、もうずっと気になってて、それが。あ、そうなんですね。はい。結構その痩せ切った方ってもう燃やせる脂肪がないので、はい、セルライトがやっぱ逆に目立ちますね。ああ、そうなんだ。いかにやっぱり痩せても。ダイエットっていうやり方で痩せてもセルライト落ちないかがそこで分かってしまう、うん、ジェルはい、終わった後、うん、触ってもらうと、うん、やっぱりこう しっとり感とか、うんうん、弾力感とかが変わるので、筋肉本当に少ないですね。あー、はい結構あれですかね、体脂肪率的には高めですか？どうなんだろう、測ったことない。測ったことない。結構いらっしゃるんですよ、こうモデル数値、はい、体重とかでも体脂肪率だけ28とかって言ってて、へー、本当に筋肉が少なくて
骨も華奢で、ああ、うん、それは隠れ肥満って言われたんですけど、あらなんか嫌だ年齢とともに危ないってことです。ああ、なのでそうするとやっぱ筋肉の量を増やそうとしちゃうんですけど、うんうんうん、質を高めた方がいい方なので、うんうん、ピラティスとか、あ、うん、ピラティス、はい、体幹トレーニングがいいですね。筋トレとか向いてないんですよ。あー、わかります、うん、変になんか筋肉ついちゃって。そうですよね。逆にむくんじゃうんですよ、うん、私筋肉疲労を起こしちゃうから。あ、そういうことなんだ、うん、しかも太りますし。筋肉が疲れちゃうとやっぱそこに栄養を配ろうとしちゃう。あー、そう、そこに脂肪もつきやすくなっちゃうでしょ。パーソナル行ってた時期あったんですけど、はいはいはい、足にめっちゃついちゃって。つきました。そう、え、むくむし、しんどいしで、うん、これはやばいと思って、うん、そっから筋トレとかしなくなっちゃって怖くて。そういう意味だったんだ。そうですね。だからタイプ的には本当です。あー、向きな体、へー、うん、あるんですね、人それぞれ。もちろんもちろん。はい、します。お腹で吸って、あー、なるほど、はい、今で大丈夫ですかね。はい、何往復もしていくと、あ、ちょっと鈍い感じですね。そうですね。痛いって言い出す方もいらっしゃるかな。まだ大丈夫ですかね。あー、大丈夫どんな痛みの種類ですかね。つねられてる感じ、はいはい、そうすると結構表面の癒着を取ってる痛み。へえ。いわゆる太ももの裏のセルライトが気になるっておっしゃってたので、うんうん、やっぱり結構ちょっと表皮と癒着してるセルライトはいらっしゃるかなって。うん、パワーも2なので、はい、はい、かなり表面の方の癒着を取ってますね。ヒップはどうでしょう。めっちゃ余裕です。お、じゃあちょっと上げてみます。はいめっちゃって言っちゃいました怖いスパルタや。1個ぐらいって感じになっちゃう大丈夫ですか。あ、大丈夫そうだぞ。結構ヒップの方が痛がる方多いんですけどね。へえ。どっちかっていうとやっぱ太ももとかの方にセルライトが蓄積されちゃってるタイプですね。うん、もう一個上げてみます。はい。あ、でもすごいですね。下げます。さっきのがいいですか。いいわけではちょうどいいです。ちょうどいい、ね、いろいろ、まあ、知っていただく意味で、うん、でもゴリゴリしてますね。してますね。出てきましたね。今やっと赤みが出てきてます。いーヒップがまあちょっと落っこちてきて流れてしまってる部分です。ここが流れ着いた先で固まってしまうので、うわ、嫌だな。ここを今剥がして分解して流してみたいな感じですね。これ今ヒップアップ。お、最高。ちょうど境目あたりにセルライト、分かりますか、ね、うん、分かります。そこが一番一体かも。そうですね。そこを今剥がしてる状態ですね。私が一番気になってるところですね。そこヒップの形ほんと変わるので、へえ、嬉しい。違うかなって。え？え？
違いますよね。すごっ。え、こんなに変わるんですか。変わります。はい、やばやば。もう形違いますもん、左右で。全然違いますね。ボリューム感も違うし。え、すごいんだけど。かけてる方もどんどん小さくなっていくのが見ててわかって、へー、楽しいんですよ。今大丈夫ですか。ピリピリしてる。お、感じますか。はい、一番体の中で太い筋肉なんで、やっと反応してくれましたね。あないですか。痛くはない。はい、内側行ってみます。どうでしょう。怪しい。怪しい。あ、ここですよね。うん、なるほどなるほどなるほど。痛い。痛い。下げます。1です。しょぼ、やだな。全部流れてここ行っちゃうんで。うわ、行った。わかりやすくないですか。やっぱここかけてる時と全然ゴリゴリ感。うわわわ、痛くなってきた。そうですね、慣れてきましたかね。うん、戻します。大丈夫だと思います。まあ大丈夫かも。意識しなければ。集中しなければ。嫌、うん、だその動き。ちょっと根っこの方剥がしたい。下がやっぱ痛いです。そうですね、痛みを理解していくと、はい、我慢できる。そうですね、うん、皆さん受ける側も上達していきます。うん、やっぱ書き方を合わせてあげれば痛み少なくしっかりほぐせますね。外側は気持ちいい。外側はちょっと一個上げたい。うん、気持ちいいって言うと上げられます。そうですね。初めてで気持ちいいで終わらせるね。帰らせんな。そんなことない。気持ちいいがいいって言われたら。スポルタでお願いします。なんか攻めてほしいそうだなって、はい、今全身のセルライトが終わって今パックしてもらって、休んでる時です。休んでる時、休んでます。めちゃくちゃポカポカしてきた。お尻もめっちゃちっちゃくなったし、鏡で全身見るの楽しみ。ちょっとこのまま休みます。終わりました。やばい、めちゃくちゃむくみも取れて、このスキニーパンツもすごいすっきり入りました。いつもここ突っかえるんですけど、なんかお腹周りはガスか便かセルライトとかが多分溜まってて、すごいくすぐったかった。くすぐったいのってダメみたいで、めっちゃくすぐったかったので、これからちょっとお腹周り意識してお家でもマッサージしようと思いましたね。そう、お尻もちっちゃくなったし、足もすっごい軽い。めっちゃ最高。頑張った甲斐あるわって感じです。帰ってきました。はい、もうね、率直に言うとめちゃくちゃおすすめです。絶対行った方がいい。本当にびっくりするぐらい、私今回サイズ測ってないけど、もう目に見えてお腹周りとか、あと足が一番
びっくりした。施術終わった後に足パッて見たら普段よりもう倍に足が細くなっててやばーと思って。特に足の、膝か足の膝上のあのちょっとお肉がさ膝の上にちょっと乗っかってたのね。それが取れててめっちゃびっくりした。あとお尻も一回りぐらいちっちゃくなってなんかすごい位置も高くなったしこんなに変わるんだって思いましたね。あとはそのマシーン自体も肩回りやってる時とかも肩こりもついでになくなるみたいなので、そう、それ言われて意識してみたら確かに肩もすっきりしてるし、何より帰り道の体の軽さがすごくって本当に行ってよかったです。やっぱボディエステも大事だし、なんか私って結構痩せ型だから、なんだろう、送信エステとかって別に、まあ、セルライトは気になるけど行っても意味ないんじゃないかと思ったけど全然意味ある。むくみも取れるしセルライトも取れます。普通だったら落ちにくいからねセルライトって。ちょっとじじちゃん、そうびっくりした。本当に感動、感動でしかない。でちょっとじじが洗濯ネットの中にで、あのクリームもすごいね、肌がもちもちなの。もうみんなにさ直接見てもらいたいんだけどさ、普段の肌の毛穴がもっと引き締まって、もう何、赤ちゃんみたいな肌になった。もう大げさに言ってなくて本当に絶対言ったらわかると思うんだけど、ウエストもさマジでさすごいのよ今。お腹もペラペラなのよ。で私普段お腹とかマッサージしたことなくて、意味てかむくむ場所だと思ってなかったから、今回行ってめっちゃむくんでたの。お腹が映してないけどさ、本当に肌ももちもちになるし体もすっきりするし、なんか結婚式の半年前とかに行ってみてもいいと思うし、なんかイベントごとがある数週間前とかに行くと超いいと思う。でなんか最後まで見てくれた方にお得なキャンペーンもあるんですよ。概要欄の方にある公式リンクから予約したら今だったら初回で1500円で体験できるみたいなので、ぜひ皆さん行ってみてください。腕と、私今回やったのが腕、お尻、足、お腹、背中の5箇所やったんですけど、それが今回1500円で体験できるみたいなので、絶対気になったこと、ここは絶対行ってみてほしい。本当に後悔しないし、あとなんか手ぶらでも行けるから別に持ってくものもないし、全国に店舗もあるし、めちゃくちゃ店舗数あるから、東京だったら行けないっていう子も全国に店舗あるから行ってみてほしい。私は今回目黒の方で受けさせていただいたんですけど、それも駅から5分かかるかかかんないかぐらいで着いたし、他も結構なんか5分ぐらいのとこが多いみたい。だから割と交通の便もすごいいいなって思いました。予約とか予約枠にすごい限りがあるみたいなので、もう気になった方は今行ってみた方がいい。いやーなんか嬉しい。ちょっとホームケア頑張ろう。マジでマッサージとかサボってたからダメだわ、頑張んないと。ちょっとね、今綺麗になったからこれを崩さないように私もホームケア頑張ります。みんなも一緒に女子力上げてここれ参考になったらいいけど、なんか分かりにくかったらごめんね。
実際行ってみて。行った子はコメントに書いて感想とか、行くっていう子もちょっと一緒にね、これからももっともっとなんかみんなも一緒に女子力が上がるような情報をお届けできたらいいなと思ってるので、皆さん今日も最後まで見ていただきありがとうございました。またメイク動画も頑張って撮ってみます。あげれたらあげます。はい、他にしてほしいことがあったり、こういう情報が知りたいっていうのがあったら、ぜひコメント欄で書いてみてください。本当におすすめです。 BTB さんありがとうございました。ぜひ行ってみてね。じゃあね、バイバーイ。